こんにちは。綺麗な川が流れております。橋の彫刻も大変立派で、この橋は大変対戦を頑張って逃げ延びた、そんな橋なんでしょうかね。何か書いてありますから見てみましょう。しかしドイツ語です。ほとんど分かりそうにありません。1886から91と書いてありました。この橋は1983-86と書いてあるから、多分大戦を逃げ延びたとかそういう橋ではなさそうです。向こうに見えております赤十字の旗の向こう、あちらがドイツの国会議事堂、左側にはベルリンの中央駅、ここがドイツベルリンの中心部です。目的地へ向かうにあたってスリが多発しておりまして、あちこちから寄ってくるし、募金詐欺もまたたくさん寄ってきますので、これで追っ払いながら進行しているところです。効果があるかどうか分かりませんが、さっきもね、あなたがやってることなんだか知ってるよって英語で言ったらばすぐにいなくなってくれました。効果てきめんです。その国会議事堂のすぐ裏のところに、なんて言うんでしょうね、ナショナリズムの犠牲者という言い方でいいのかな、ナショナリズム自体が問題というわけじゃないんだと思うんですけど、その国家主義、そしてまたそれによる人種迫害の犠牲者慰霊碑というものが建てられていました。これはつまり国家社会主義ドイツ労働者党のやったこと、一連の迫害政策や、それからジプシーと呼ばれている人たち、そういう人たちへのその一連の殺害、迫害、そういったことをそれを戒めて、またそこにその亡くなられた方々への慰霊の意を表するというものだそうです。そしてまたそのすぐ前にはグランデンブルグ門というベルリン随一の観光の名所があって、今からその横も通り抜けていきます。そのグランデンブルグ門を少々進みますと、またこのようによくわからない形をしたような、何を意味するのか一見わからない、こんなモニュメントの一群があります。本当によくわからないので、これの上に腰掛けたりとか、また上に上がって今はいませんけれども寝転んでいる人の姿も先ほど見えました。これは1940年代に特に活発になりました、ドイツ政府によるユダヤ人への迫害、それに対する慰霊碑ということになっております。ブランデンブルグ門に掲げられたドイツの国旗があそこにたなびいていて、すぐ脇この茂みの裏側にはユダヤ人亡くなられた方々への慰霊碑の一群があります。そういった位置関係のところ、こちらにはこのような高級なマンション群だと思いますけれども、そういったものがここに置かれております。そしてその手前側は駐車場になっております。そういったところです。 YouTube、ニコニコ動画などの視聴を長きにわたって続けられてきた方は、一度ぐらいはこのシーンをご覧になったことがあるんじゃないかと思います。今から私がちょっと申し上げるシーンです。しかもちょっと暗いようなところに制服を着た人たちがたくさんいて、ガチャンという金属の無機質な音が鳴るのと同時にたくさん流れ込んできて、狭い空間にたくさんの人たちが入ります。そして、説明が始まります。そのところにただ一人だけ机に座っている、明らかに格の違う、偉い人のような人が座っているのが見えます。そして説明が始まりました。敵は南の戦線をこのように破りつつあります。そしてまた東の戦線を大規模に打ち破ることに成功しました。東の方ではリヒテンベルグ周辺にまで敵が迫ってきています。リヒテンベルグというのは、今日私が朝このベルリンに夜行列車で着いた時にその終点の駅として使われていたところですが、リヒテンベルグからさっき私があの国会議事堂のところにいたあの周辺にあるベルリン中央駅までは、東京の京浜東北線にあたるような列車で10分15分ほどで行けてしまう大変に近い距離にあるところですが、つまりそれだけ近いところに敵が迫っているということでして、なんだっけな、ムジューナデヌシュナムヌシェスオファー、こんな感じでね、あの有名な、私も全然ドイツ語わかりませんけど、音を覚えてしまうくらいにまで頻繁にそのシーンを見たものです。それに対して答えます。シュタイナーの攻撃で全ては何もかも秩序を取り戻すであろう。しかし相当閣下、シュタイナーは攻撃しませんでした。必要な戦力を揃えることができなかったからです。こんな感じでですね、パーキンソン病を発症していたと言われておりますが、そこに座っていた総統アドルフ・ヒトラーが眼鏡を外して答えるわけです。いかにあげるものだけ残れ、書いてる、ヨーデル、なんだ、クレープス、そしてブルクドルフ。また金ガチャンと金属の音がしてですね、みんなゾロゾロゾロとその部屋を出ていって、そのドアが閉まった瞬間にその総統がまた猛烈な怒りを上げます。シュタイナーに命令しただろうかと、攻撃をするようにシュタイナーに言ったのに、なぜあいつらは俺の命令を背いてばっかり、もう軍のやつらはみんな俺に対する反逆者だ、みんな腰抜けどもだ。相当閣下、それは言い過ぎです。黙れ、あんなやつらに名誉などあるものか。こういったところがですね、総統がぶち切れると、そんなシーンです。これはつまり、ソ連軍旧独ソ戦というのをやっておりまして、1939年にドイツがポーランドに侵攻して始めた第二次世界大戦ですが、1941年になりますと、そのドイツ軍は猛攻を加えてフランスを、すぐにですね、もう降伏させてしまったものの、ドーバー海峡を越えてイギリスを降伏させるというところにまでは行き着くことができず、ならばじゃあ今度は東に道を求めるぞ
ぞというわけで、今度東のソ連に独ソ不可侵条約それを破って急に侵攻を始めるということをしました。そして、実際にそれで最初はうまく勝っていたんだけれども、ところがソ連はなかなかに実は潜在能力を高く持っていて、またドイツ軍も、様々な作戦の失策などもあり、実はこれは、その総統ヒトラーの死守命令といって撤退を禁止していたとか、そういうことが影響しているんじゃないかなどということも多く言われるんですが、ともかく、そういったところでソ連軍と次第に、泥沼にはまっていって、そして最終的には圧倒的に不利な状態になり、最後はその首都ベルリンに逆に自分が攻撃を仕掛けたソ連、その相手がどんどんと迫ってきているというその状況にある中で、最後にシュタイナーという人がいて、その人にそのソ連軍が迫っているところにこのように攻撃をすればそのソ連軍の猛攻は落ち着くであろうというふうに想定していたそのアドルフ・ヒトラーでしたが、しかしそのシュタイナーに攻撃指令を出すというのはそもそもが話がめちゃくちゃな話で、全然戦力なんかもともと持っていなかったような、もう名ばかりだけの大将、そんな人に攻撃命令を出した。だからシュタイナーは攻撃命令を出されてもそんな無謀な攻撃をすることなどできないということで、独断でその総統の命令をもう無視して、そして従わず攻撃をすることもなかった。だからソ連軍の猛攻は結局止まることはないということになったというなかなかにシリアスなシーンなわけです。そして最終的にそのシーンの最後では、その総統は、しかし私はこのベルリンを離れるつもりはない、ベルリンと私は一緒に死ぬつもりだということを宣言して、その作戦会議にもはやなっていないような作戦会議は終了を見せるわけです。そのシーンは大変に有名でして、総統閣下シリーズと呼ばれております。なんでそれが有名なのかというと、そのですね、総統アドルフ・ヒトラーがめちゃくちゃにブチ切れるようなシーンが、なかなかなぜか面白いということになっておりまして、ですね、例えば鉄道マニア向けの皆さんでは有名なやつだとハンワライナーかな、絶望的な情報を次々と相手に伝える。しかしそこでいやこういうことがあるから大丈夫だということをそこで総統が言うわけですが、しかし結局のところ、いやそんなことはないですよ総統閣下、そういったことを言われて最終的に総統がブチ切れる。畜生めこれは名誉などあんな奴らにはないという、そのドイツ語がそのように畜生めというふうに日本語に聞こえるということで生まれた空耳ということで、それもまた総統閣下シリーズの楽しみの一つとされていますが、そういうふうなですね、様々な例がありました。例えば、JR 西日本で阪和線という路線があり、新大阪とか大阪からですね、和歌山の方まで通勤客がどんどん増えていて、朝晩とも大変な混雑です。まるでソ連軍が押し寄せてきているかのような感じで、その JR 西日本阪和線の混雑状況を、ナチスの高官が、その総統に対して伝え、総統はそれに対して阪和ライナーがあるから何もかも秩序を取り戻すだろうというんですが、しかし、総統閣下阪和ライナーは来年のダイヤ改正で廃止されることが決まりました。ハンマーライナーを廃止するのは何事だみたいな、こういう風な、そういう、総統が何らかに対してブチ切れるという、作風です。で、これが大変に流行ったため嘘字幕シリーズという言葉も呼び上げ、いよいよですね呼び覚ましまして、他にもさまざまなシーンがあって、そこに適当な日本語の字幕をつけて、面白おかしく茶化すというようなことが日本では流行っているわけです。ちなみにこれについて日本ではこういうことはね全然関係ない島国ですから、いいのかというふうに思うかもしれないけれど、本国のドイツとかヨーロッパはそのね、今ここで私もナチスという言葉を挙げるにあたってですね、今言ってるわけですが、周りに人がいたりしてちょっとトラブルにはなりたくないので、別に悪いことを言ってるわけではないんだけれども、ヨーロッパのタブーとされていることを今ここで喋っているわけですから、ちょっとすごい神経を使うなと思いながら、さっきからも総統という言葉に置き換えてその本人の名前をなるべく出さないようにもしているわけなんですけれども、しかし実はその映画の、やっていたその人はですね、映画のそのなんていうの作っていた監督というのかな、監督さんはその一連の作品に対してはおおむね面白いと言って笑ってその動画を見ているなどという話も、新聞などに出たそうです。でさっきも言ったかもしれませんが、その総統地下壕というものがこの地下に埋まっております。最初はもちろん総統はもうちょっとまともな場所で、多分普通の地上にある総統官邸という場所で、普通に作戦の指令などを出していたはずですが、だんだんと独ソ戦も後期になってきますと、例えば空襲みたいなものはあるかもしれないし、またいつ何時危険なことがあるかわからないということで、地上ではなく、地下の、防空壕のようなところで、その防空壕もかなり広く作られていたそうで、それがまさにこの駐車場の真下にあるわけですけれども、そこでですね、いろいろと指令を出すように最後はなっていったんだそうです。明かりもほとんど入り込まず、換気などもろくにされないというところでしたが、かろうじて、みんな当時喫煙をしていたんだそうですが、総統は、その喫煙を広く嫌っていたということで、禁煙の環境になっていたからみんなあまりタバコは吸わなくて、その程度の、一応の 快適性は残っていたらしいということではありますけれども、一応そういう場所であったわけです。
この地下に、そしてその相当地下壕は実は現在でも残っております。非常に堅牢に作られたその地下壕は、結局何度も取り壊されようと試みましたが、壊すことはできず、結局今でもその下に当時の状態がかなりそのままで残って埋められているということです。最後ですね、その結局じゃあヒトラーはどうしたのかというとね、独ソ戦でもう本当に最後ベルリンの街の中にソ連軍がたくさん入ってくるという知らせを聞き、愛人のエヴァ・ブラウンという人と一緒に結婚式を挙げて、そして、その中で、最後みんなにささやかな披露宴を催して、みんなと一緒にそれを結婚を祝ってもらった後で、最後自分の部屋にこもり、エヴァ・ブラウンは、青酸カリのカプセルを噛んで、そして自分は青酸カリのカプセルを噛み、同時に、拳銃で自分の頭を撃って死亡ということを、この地下でやったそうです。そしてその後その死体は、ナチスの高官によって、高官だと思うんですよね、そのまま上に運び上げられて、そして、焼却埋葬ということになったんですが、その死体についてはその後ソ連軍が回収をし、最終的には東ドイツに引き継がれた後、そのまま粉々に砕かれて川に散骨となって、その遺体は残ってはいないというのが現在の通説だそうです。というか、まあ、それが一応確定、歴史認識はそういうふうになされているということでございます。でもね、ユダヤ人にやった、しかも自分の国の国民、自分の国民ですよ、それに対してやった、そのめちゃくちゃなその仕打ちを考えればね、最後なんか拳銃で奥さんと結婚式を最後の最後に挙げて、それで死んでいった、なんかちょっと悲劇的なようなね演出にも見えますけれど、ずいぶん贅沢な死に方だなと思うんですよね。自分で最後まで一応安全なところにいて、何も恐怖することは、まあソ連軍が迫っているということは恐怖だったかもしれないけれど、しかしでも直接の何も危険性を感じることはなく、最後まで自分の手で自分の人生を終えることができたわけですから、もうこれはねかなりの贅沢だと思うんですけれど、現在でもですね、EU 圏内、ドイツかな、ドイツだけなのか EU 全体なのかわからないんですが、この辺りの自動車ナンバーには、数字4桁の前に2文字のアルファベットがつくようになっているということなんですが、その4桁の前のアルファベット2つにはですね、禁止の組み合わせがありまして、そういったアルファベットは当てはめられないようになっているそうです。例えば、SS とか、それから、HH、 その HH というのはここでカタカナでそれを読み上げることは私にはできませんけれど、そうですね、まあ、漢字で読み上げるとすれば、相当万歳という意味になるそうです。その HH とかね、まあ、分かると思いますけど、とか SS というのは、まあ、ナチス親衛隊ということだと思いますが、そういった風なですね、その当時のことを思わせるようなナンバープレートはドイツ国内では少なくとも禁止ということになったりとか、それからナチス時代のことを賛美することは禁止とか、もうそういった法律によってですね、その、当時の政権のことについては完全なるタブーということにされております。ここまでやっとね、逆に議論さえもできなくなるというわけで、かなりやりづらいんじゃないかなとも思いますけれども、実際にはでもそういうことでもないようでして、ドイツの小学生中学生それぐらいなのかな、1年の4分の1ぐらいはナチがどういうことをやったのかについて学習する、そういう期間があるそうです。この地へやってきてみてね、改めて思うんですけど、ナチス時代のなんていうのかな、異常な湧き立ち状っていうのは、もはやなんか一種の宗教のような気もするんですよね。一つのなんか敵みたいなものを作り上げて、それに対してみんなで向かっていったりとかね、それからあとはなんだろうな、相当万歳みたいな、そういうのはちょっとその相当本人を神格化しているような感じはしなかったけれど、でもあとはなんだろう、宗教じゃないかもしれないけど、オウムと同じようなものをなんか感じませんかね。大衆をうまくこのようにして言い方によって洗脳させてとかね、それからあとはなんだろうな、私もそれね、言ってることはすごい当たってるなと思うんですけれど、大衆は無知で、また人の話を聞こうとはしないし、理解しようともしないので、単純で彼らを理屈によって訴えかけるのではなく、彼らのその感情にのみ訴えかけるということが最も効果的な政治のやり方なのであるみたいなことがですね、このドイツ国内では発禁処分、発行禁止ですよ。つまりドイツ国内でドイツ語によって出版することはできない、その本、日本ではたやすくニュースすることができる、我が闘争という、総統が書いたその本によって私も読みましたし、実際YouTube をやっていてね、その通りだと思うんですよね。なんかね、別に皆さんのことをバカにしてるわけじゃないんですけど、でもやっぱり実際問題として人の話を理解しようとしているというよりは、雰囲気で人の、どんな感じだったか、どんな感じであるか、自分はどんな感じがしてるのかという、考えるのではなくて、自分の感覚によって物事を決める人が世の中の多数であるから、だからああいうことが起こったんじゃないかなというような気がします。だからね、もちろん
あの政権のやったことは批判されるべきことだと思うんですけど、あの選ばなきゃ良かったわけですよね。そういう政権を支持したことがそもそもの問題だったわけでして、それをよくもっと考えなきゃいけなかったんですよ。でも考えなきゃいけなかったって言っても、私も当時じゃあドイツに生まれていて経済復興をああいう風にしてうまくやっていたその政党をもしかしたら支持していたかもしれないし、分かりません、まあ、しかし選ばなきゃ良かったのは間違いないわけです。だからもう一回ああいうようなことが何か例えば起こった時、まあ、あそこまで極端なことは起こらないにしても、何か例えばね口先だけといいますか、相手のその感情にのみ訴えかけるような、そういう大衆扇動によって何か悲劇が発生しそうな時、政治とかそういったものだけではありません。あのオウム真理教だってそうだと思いますけどね、見ていてあの言ってること、まあ、確かにあの、ね、一連の論理性があるようには感じるんだけど、でも根本的なところおかしくないのというふうにあの思えるような、あのなんだろうな、結局のその判断力が求められるんだったんじゃないのかなと思います。オウム真理教に入信していた人たちがね、あのどんどん処刑されていて、あの人たちも一種の被害者、もちろんそれはそうだと思います。洗脳されてしまってね、あのそういうふうに言われているんだけど、でもその人たちもその人たちでやっぱりどこがおかしいのかってことを見抜くような、一般的にこれはおかしいことだろうというふうに見抜かなきゃいけなかったというところも多分あったんだと思うんですよね。あんまりね、あの私も当時のことをよく知ってるわけではないし、あのもちろんそれなりに興味があるからちょっとだけ勉強したりはしましたけど、でも本当にちょっとだけですので、私より詳しい方はもっといっぱいいますから、あんまり突っ込んだ話はできないんですけれども、でも大衆を扇動するということの恐ろしさ、これだけはここに来てまた改めてしっかりと胸に刻みたいなと思ったところで、それではこのようなわけで、ニコニコ動画 YouTube で相当格下シリーズとして一世を風靡し、またその後世界中で大流行を巻き起こした、そんな相当地下壕を今回は訪れました。ドイツの首都ベルリンより皆様に動画をご覧に入れました。ご視聴ありがとうございました。